ラフレッシュは19世紀末に活躍したイギリスの競争馬、繁殖品馬。大志五馬セントサイモンの代表産区の一頭であり、ビクトリア女王の生産馬でもある。主な勝倉はイギリス品馬クラシック3冠、アスコットゴールドカップなど、ボバ相手のエプソムダービーにも大本命で出走したが、起乗ミスが原因で2着に敗れた。ラフレッシュは、母クイーバーからの想像。 2歳児のイヤリングセールでは、金星の取れた、優れた、馬体、父が、歴史的大守望は、加えて前、姉メモワールが、オークス、セントレジャーステークスの変則二冠を達成した、直後ということもあり、金馬でありながら5500ギニーのレコード価格で、取引された。希少なんで知られるセントサイモンサンクにしては珍しく、おとなしい気少だったと伝えられている。 ラフレッシュは2歳から3歳にかけて無敵の強さを誇り、無敗で1000ギニーに圧勝した。そして、両はオームが水銀を盛られエプソムダービーに出走できなくなったことから、ようやくエプソムダービーにも挑戦。ここでも2.1倍の圧倒的な一番人気に押された。しかし、騎手は2日後のオークスのために楽に勝たせようと仕掛けを遅らせたため、 シャンペーンステークスで7場審判差もちぎったサーユーゴに、逆に4分の3場審査で敗れる結果になってしまった。秋のセントレジャーステークスでは、サーユーゴに圧勝し、実力差を見せている。この勝利で史上4投目の参冠頻馬になった。2、3歳児、ボバコン号戦を含む13戦12勝と、圧倒的な成績を残したラフレッシュだが4歳に、 なると旧車が変わったことも影響し低迷する。4歳児をエクリプスステークス3着など7戦2勝で3歳児の成績から言えば不本意な成績で終えた。しかし、5歳になり若干立て直す。当時コバの最高峰の一つであったアスコットゴールドカップを制覇、10月にはお腹にこう宿したままチャンピオンステークスに勝ち優秀の美を飾った。ラフレッシュの繁殖成績は 競争成績から比べれば若干物足りないものではあったが両親とも二三冠馬、アスコットゴールドカップ優勝馬という配合のジョン・オ・ガマウントがクラシックで抗争し守護馬としても数位報道を出した。もう一頭のサンクバロネス・ラフレッシュがメス系を伸ばし現在でもサンデー・サイレンスをはじめとした名馬を輩出し続けている。繁殖馬としても年に引退し、その後は すれどめや牧場で余生を送っていたが、1916年4月22日に老衰により死亡27歳であった。ありがとうございます。